シボレイ・コルベット C6、R ・キャデラック CTSV ・ポンティアック GTO、R ・プラットミラー工学製造は、1989年に、ゲイリー・プラットとジム・ミラーによって創業された、レーシングカーの製造、保守作業とレーシングチーム活動を中心に事業を展開する会社である。コルベット・レーシングの母体として知られる。アメリカ合衆国ミシュガン州オークランド軍の、 ニューハドソンに本拠を置き、1999年に、シボレーコルベット C5R の開発の中核を担って以来、ゼネラルモーターズの公式レーシングチームの一つとなっている。今日、プラットミラーは、ウェザーテックスポーツカー選手権で、コルベットレーシングのチーム名で、シボレーコルベット C7R をピレリワールドチャレンジで、チームキャデラックのチーム名で、 キャデラック ATSV の製造、保守、レース活動を行っている。さらには、ポンティアック GTO-R とポンティアック GXP-R の製造も行い、後にロレックススポーツカーシリーズに参戦する複数のチームのために、シボレーカマロ GT-GS-R の製造も同様に受け負った。GM との提携以降、プラットミラーは多くの選手権と、 著名なレースにおいて勝利を重ねてきた。コルベットレーシングは、ルマン24時間レースで8回のクラス優勝を成し遂げ、2001年のデートナ24時間レースでは総合優勝し、アメリカンルマンシリーズで7連覇の異業を挙げた。チームキャデラックは、チームのデビューシーズンとなる2005年のスピードワールドチャレンジにおいて優勝し、2006年の ロレックススポーツカーシリーズでは、プラットミラーが製造した、ポンティアック GTO-R の提供を受けたザ・レーサーズグループが勝利した。K-Tech 製の GM のレーシング要塞、ブロックエンジンの LS7-R は2006年の年間の世界、モータースポーツ用エンジンと名付けられた。K-Tech が製造した C5R と LS7-R のエンジンは、アムズトルマン24時間レースの GTS。 GT1 クラスに出走するコルベットの C5R と C6R のモデルに搭載された。2009年のルマンの後、コルベットレーシングは GT2 クラスにカテゴリー変更し、自社製のエンジンを開発して挑むことを決めた。コルベットレーシングは2012年と2013年のアムズの GT クラスのチームとマニュファクチャラーのタイトルを獲得している。 フラットミラーは、シボレーコルベット C6R のロードゴーイングカー用に改造したバージョンで C6RS と名付けられたモデルを開発した。C6RS は、K-TEC が開発し製造した LS エンジンをもとに、下500立方インチの馬力を誇るエンジンを搭載している。GTP 選手権用に1991年に製造された。 プロトタイプレーシングカーであるイントルピット RM-1 の最初期モデルを開発したコンストラクターの中の一社であった。イントルピット RM-1 シボレーコルベット C5、R ポンティアック GTO、R シボレーカマロ GT、キャデラック CTSV シボレーコルベット C6、R キャデラック ATSVRGT3、シボレーコルベット C7、R アメリカンルマンシリーズ、 2001年 GTS。2002年 GTS。2003年 GTS。2004年 GTS。2005年 GT1。2006年 GT1。2007年 GT1。2008年 GT1。2012年 GT。2013年 GT ピレリワールドチャレンジ。2012年 GT。2013年 GT ルマン24時間レース。2001年 GTS。 2002年 GTS、2004年 GTS、2005年 GT1、2006年 GT1、2009年 GT1、2011年エレメジットプロ、2015年エレメジットプロデートな24時間レース、2001年 GT 総合、2015年 GTLM、2016年 GTLM、セブリング12時間レース、2002年 GTS、 2003年 GTS、2004年 GTS、2006年 GT1、2007年 GT1、2008年 GT1、2009年 GT1、2013年 GT、2015年 GTLM、2016年 GTLM。ありがとうございます。